ラジオドラマ、あきこちゃん。ねえママ、何かお話をして。お願い。5歳の娘が布団から顔を出してお話をおねだりをしてきた。友達のママはいつも夜にお話ししてくれるってよ。これは嘘だな。最近うちの娘はよく嘘をつくようになった。嘘をつくと下唇を少し噛む癖があるので、すぐに嘘だとわかる。成長してる証だけど、ちょっと怖い話をして嘘をやめさせよう。わかったわ。やった。昔のお話なんだけど、あなたと同じ5歳ぐらいのあきこちゃんという女の子がいました。あきこちゃんはいつも嘘を言ったりして、ママやパパや周りの人を困らせていました。困ったパパとママは神社にお願いしに行きました。お願いします、神様。うちのあきこの嘘をやめさせるようにしてください。そしたら神社の神様は、わかった、願いを聞こう。嘘をつくと口が大きくなり、嘘をやめると元の口に戻るようにしよう。神様、ありがとうございます。パパとママは神様にお礼を言い、もう嘘はつかないだろうと、パパやママは思っていましたが、あきこちゃんは嘘をつくのをやめませんでした。口はどんどん大きくなり、顔が口だけになってしまいました。パパとママは、こんな姿は世間様には見せられないと、顔が口だけのあきこちゃんを家に閉じ込めるようにしましたが、あきこちゃんは大きなお口でパパとママを食べてしまい、あきこちゃんはどこかにいなくなってしまいました。あきこちゃんはね、自分のように同じ嘘をつく子が大好きでね、もしかしたら近くにいるかもよ、あきこちゃんが。怖い。ママ怖いよ。私も嘘はつかないようにする。娘はすっかり怯えてしまった。ちょっと脅かしすぎたかな。ねえママ。何？どうしたの？パパは他
他に好きな人ができたのに、ママと私に嘘をついたから、アキコちゃんに食べられて死んじゃったの？え？違うわよ。パパはね、家の階段で足を滑らせて、事故で死んでしまったのよ。ママ、アキコちゃん来るよ。おやすみなさい。娘の言葉に、私は恐る恐る自分の唇に触れると、知らぬ間に下唇を少し噛んでいた。